はい、炭酸生態のアンジです。今日もですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回ですね、自律神経の不調をですね改善する施術とはということでお話ししたいと思います。ですね、僕がですね今施術動画を今作成中でして、実際ですねあなたにもですねその僕が施術しているところをですねお伝えしようと思っているんですけども、その前にですね、この僕がですね自律神経の不調の方に対してのアプローチ方法ですね、その話をちょっと簡単にしたいと思います。でですね、僕はですね、その自律神経の失調症であったり、そういうストレスであったり、そういうことで悩んでいる方に対してですねやっている3つのポイントがあります。でその3つをですね今日お話していきたいと思うんですけども、やっぱりですね、腰痛とか肩こりとかたくさんやっぱ頭痛とかもねたくさんあるんですけども、実際ですね、このストレスでですね、この自律神経というのがこうかなり参っていっちゃうっていうことがよくあります。でですね、ほとんどの方、まあ、該当する人ってね、ほとんど、まあ、言えば自律神経が乱れているとか、自律神経が、調子が悪いとかですね、ほとんどの方が、僕は世の中のですね、ほとんどの方がそうじゃないかなと思うぐらい僕は、心配してるんですね。でですね、まず やりたいポイントとしては、この、字をですね、今カンペを見ながら書いてます。強さ乳突筋ね、このここは絶対やります。この首のここですね、ここはい、ここは確実に使うところです。僕がですね、もう間違いなくやります。でこれはですね、普通に、日常生活でですね、仕事でも生活してたらですね、もう大概の人はこう痛いんですよ。で、ちょっと触るだけでも痛がるところをですね、炭酸をかけるとですね、痛くなくなるんですね。筋肉が柔らかくなるんです。それをですね、あなたにも一度こう見てもらいたいなと思って動画を撮ろうとしてるんですけども、まずこの強さ乳突筋。やはりですね、自律神経でですね、めまいとか頭痛とか、そういう方が多いと思うんですけども、もう、なぜ血液がうまいこと上がらないですね。流れないから、めまいであったり、頭痛がひどいとか、立ちくらみとかですね、そういうことが起きるんですね。まず大きなこの首のですね、大きな強さ乳突筋、まあ、代表的なところですね、ここを施術していきます。それが一つ。はい。二つ目がですね、首の後ろ。頸椎ってあるじゃないですか、首のこの骨ね、ここのですね、この一番この筋肉なんですけども、ここもカチカチなんですね、カチカチ、ここもですね緩めていってあげるんですけど、その施術はですね、こう頭を持ってこう転がすようにやるんですけども、これが絶妙なんですね。でですね、この首の後ろもやっていきます。っていうのはですね、やはり先ほども言いましたけど、頭痛とかめまいとかやっぱりある方はですね、やっぱ首のこの周りがやっぱしガチガチなんです。ガチガチ。だから、ここをまず緩めていこうというのが僕の、思いです。はい。でですね、あと三つ目がですね、では、はい、これです。患者さんがですね、痛いと思っているところですね。例えば、自律神経、やっぱりですね、こう寝不足とか、生活がこう、いえば生活が乱れて、リズムが乱れている方はですね、自律神経の失調症、自律神経の不調になりやすいんで、痛いところをまずもちろん聞きます。例えば腰であったり、この胸のこの胸郭とかですね、息苦しいとかあればそこの施術をしていきますし、僕がですね一番やっていくのはその液化脇のところですね、そこの施術も当然していきます。あとはその目が疲れたら目もしていきますし、ポイントはですね、この2つは私の方からのアプローチで、この一つ目はですね、患者さんが、求めている部位ですね、その施術をして3つ、最低3つはやっていきます。でですね、これをまあやっていくことによってですね、自律神経のその状態がですね、落ち着いてきます。ぜひですね、これをまた動画でですね配信していきたいと思いますので、また楽しみにしておいてください。はい、まあこんな感じですね、今日は、自律神経の不調をですね改善する施術とはということでお話しました。また次回お会いしましょう。さよなら。